じゃあ何で営業がそんなに簡単なのかっていうと絵本をイメージしてほしいんですよ。絵本ってじゃあ例えばお父さんが読んでもお母さんが読んでもおじいちゃんが読んでもおばあちゃんが読んでも保育園の先生が読んでも子供は黙って聞くじゃないですか <laughs>。もう普段暴れ回って言うこと聞かない子供が静かになって聞いてくれる。これは、 絵本の力だよっていうこと絵本ってむちゃくちゃ人間に対して効果的な武器なんだっていうことなんですよね iPad のこの紙芝居もそうなんですけど客先で私何千回って営業同行しながらやってますけどちょっと作り込んできたんでって出すとみんな見てくれますこれは未だに見てくれますしかも 話を最後までみんな聞いてくれますこんな話するとあれなんですけど長いシナリオになると30分ぐらいずっと この紙芝居をやりながら会話ををすすするるっていいいうことをやるんででね長いじゃないですかそれで実際私ロープレで一人でね <laughs> シナリオを作って読んでるといやこれ聞いてくんないかなって思って現場でやるとお客さんみんなシーンとして聞いていろいろ話してくれたりするして会話のキャッチボールもできちゃうわけですよ。それぐらい実は時間に関係なく お客様が興味があるような話でキャッチボールをしながらやると実は長いシナリオとか短いとか関係なしでお客様は集中して聞いてくれるむちゃくちゃゃく強い武器になるんですねそれでお客様を誘導することができるよと。 自分が持っていきたい例えば次回提案書であれば次回提案書からの逆算で作っていくとそのゴールに行くようにいくらでも教育することが可能だよということでむちゃくちゃ強い武器になるよっていうのを頭に置いてほしいんですね。しかも紙芝居以上に iPad っていうのはまず非常にクリアです。 しかも広げたり縮めたりが可能ですしペラペラめくっていくことも可能になるんでにに非常に訴えやすすくてクリアでで鮮明なんですよね紙芝居以上にまあ紙で渡す以上にこの iPad っていうのが営業のツールとしてむちゃくちゃハマりやすいよと。 それでカタログとかも全部入れておくことができるじゃないですか。価格表も全部入れられますし、そういう意味でもこの iPad っていうツールを今すぐこう活用してやられることがあなたの営業を楽にしますよっていうことなんですよね。まずですね、ぜひこの独自メソッド iPad 営業紙芝居これをご一読ください。 とということで、まあ、今回ですね期間限定なんですけど10月の1日の12時から10月の5日12時、まあ、11時59分までの間5日間無料キャンペーンっていうのをやってるんですね通常が1380円のところを無料でこれキャンペーン Amazon の Kindle でダウンロード可能です <laughs>。まあ無料で読めますんで是 <laughs> 非ですね一回読んでみてください。どんな内容なのかっていうのを詳しくあなたに伝えたいなということで一人でも多くの人にまずは読んでみてもらいたいっていうことで無料配布をしますんで <laughs>。 是非、まあ、ですね一人でも多くの人例えば、えー、会社の上司の人であれば部下たちみんなお前この,この機会にさ無料だからお前読むだけ読んでみなよっていうことで広めていただければと。 ということで、まあ、ぜひですねせっかく無料なんでいいじゃないですかっていうことで、えー、一回読んでみていただければというふうに思いますんで、まあ、これはですね今回限りということにさせてもらいますんで是非この無料キャンペーンを活用していただければというふうに思います。